うちの乙女は超過干渉な乙女。私たちの結婚の時も、式から新居から全縁無口だし、旦那は面倒なんで好きにさせてやれ。というスタンスで、全く乙女には注意せず。私的にはかなり後悔の残る結婚式でした。新居だって、本当は会社に近いところに賃貸でもと思っていたのに、義実家の敷地内に住むことになったし、今年、アラフォーの義兄が、ようやく結婚を決めて、後継ぎの結婚のため、乙女の張り切りようは半端じゃありません。日取りはいつくらいで、式は仏前でどこそこであげて、披露宴は。と、あんたの結婚式会。と突っ込みを入れたくなるような張り切りっぷり。この間の日曜に、義兄が、私と旦那への顔合わせで、婚約者の方を連れてきました。乙女、彼女をひっつかまえて、私の言う通りになさい。嫁に来るからには、この家のやり方に従うべきです。嫁子も、そうやって、うちに嫁に来たんだから。みたいなことを、ずっと言っています。にっこり笑顔の婚約者さん、おもむろに口を開き、すごーく冷たい声で、私の結婚式ですから、私の好きなようにやります。っていうか、あんまり鬱陶しいことを言うようなら、この結婚やめてもいいんですよ。私は別にしたくもなかったけど、〇〇さん、義兄が、どうしてもって泣いて頼むから、結婚してあげることにしたわけですから。すげえ、義兄婚約者さん、トゥエーエー。と、心の中で拍手喝采しました。乙女の様子ですが、顔から耳から首筋まで真っ赤にして、あなた、と何か言いたいけど、興奮しすぎて言葉にならない感じでした。そこに、義兄と旦那が戻ってきたのですけど、そりゃもうものすごい勢いで義兄に食ってかかりましたよ、乙女。何言ってたか、よく聞き取れなかったんですけど。多分、この女はダメだ。こんな生意気で、礼儀知らずな女を、〇〇家の嫁にはさせられない。みたいな感じだったかと。義兄は、これまた冷たい声で。お袋、バカじゃね？丸々家とか言ったって、由緒あるわけもないし、ただのサラリーマンの家でしかないよ。あと、これから先、うちのことには、一切口出し無用。婚約者に、ちょっとでもおかしなこと言ったら、ただじゃおかないからな。それから、旦那の方を向いて、お前もいつまでも、こんなクソババの生贄に、自分の嫁さんを差し出してんじゃないよ。離婚されても知らねえぞ。と言って帰って行かれました。私はといえば、ああ、ああいう風に、はっきり反論していいんだな。と脳裏に叩き込みました。最初から、黙ってハイハイ言ってりゃいいんだよ。という旦那の言葉を鵜呑みにした挙句、自分で自分を洗脳してたような気がします。すぐには、ズバッと言えないとは思いますが、まずは、小さなことからコツコツと反撃してみたいと思います。